皆さんは部屋の窓ガラスの結露に悩まされていませんか？実はこの結露、放っておくとカビが発生することで健康にも大きな影響があることをご存知でしょうか？結露が引き起こす健康への影響と対策について、呼吸器内科・アレルギー科専門の田中クリニック田中沢子院長にお話を伺いました。最近の家は密閉性がいいですからね、非常にお部屋の中が温まると、そうすると昔は冬場にはあまりダニは繁殖しなかったんですが、ダニも繁殖しやすいと。そして結露のところに、カビが繁殖するとまたそれを餌にですね、ダニが増えてくると。ダニが繁殖すると、ハウスダストとなって、でそれがいわゆるアトピー性皮膚炎とか気管支喘息などのアレルギー性疾患と関連があるわけです。どうしてもお部屋を暖かくする、もしくは涼しくするなどで密閉、今の家は非常に気密性が良いですからね、密閉しがちです。ですからやはり普段から換気を良くするということは大事ですね。結露を抑えるための有効な方法の一つが換気です。ところが窓を開けたり換気扇を使ったりすると、冬はどうしても部屋の温度が下がり寒くなってしまいます。それを解決するのが、快適な室内温度を維持しながら換気ができる熱交換換気システム。その効果を実験で確認してみましょう。およそ20度に設定した室内を換気不足にすることで、アルミサッシに結露を発生させておきます。そして一般の換気扇と熱交換換気システムをおのおの6時間作動させて、結露の状態と温度変化を見てみました。実験結果を見てみると、結露については一般の換気扇と熱交換換気システムどちらも抑制効果があることが分かりました。ところが実験室内の温度変化を見てみると、熱交換換気システムはほぼ室温を維持したのに対し、一般の換気扇は熱交換換気システムよりも体感温度でセーター1枚分に相当する2度も温度を下げてしまっています。実験終了直後のサーモカメラによる比較映像を見ても、一般の換気扇は室内に入ってくる空気の温度が低くなっていることが分かります。結露の発生を抑え、快適な室内温度を維持しながら換気ができるリクシルの熱交換換気システムをぜひおすすめします。